鉱山古墳は埼玉県熊谷市兜山にある古墳。形状は円墳。埼玉県指定史跡に指定されている。埼玉県中部、引き丘陵北東部の丘陵上に築造された大型円墳である。古墳名は、墳丘の形が兜になぞらえられたことに由来する。現在は、墳丘上に兜山神社が所在する。 江戸時代の新編武蔵風土機構に乱屈記事が見えるほか、これまでに発掘調査は実施されていない。噴形は円形で直径約90メートル、高さ約11.25メートルを測り、埼玉県内では埼玉古墳群の丸墓山古墳に次ぐ第2位の規模になる。噴球は2段築成。噴球表面では円筒埴庭が採集されている。 また、墳糾周囲には埋没した修行が巡ると見られ、修行を含めた規模は100メートル以上と推定される。副装品として、新編武蔵風土気候では、乱屈時に、せっかく内から甲冑、藻植え祖人、玉、鏡、折れた太刀などが出土したと伝える。この鉱山古墳は、古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。 引き給料北端の大古墳群である3、仙塚古墳群の東端に所在するとともに、北約 1km に所在すると浮上山古墳と、合わせて埼玉古墳群とも関係する大主長の存在を示唆するとして重要視される古墳になる。古墳域は1989年に埼玉県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。